僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキタロとグンピーです。ジブリを語るぜ。ジブリを。ジブリ。いつもバナー漫画とかね。はい。その本流でなさそうなものばかり。はい、そういう死肉に貪るスカベンジャー。違う違う。だから死肉ではないよ別に。向こうもね、こういう漫画、面白い漫画を出してるから。スカベンジャー系 YouTuber ではあるじゃないですか。そうね、もうみんなが忘れてるところによって。死肉あさり YouTuber。ね、人がいらないと言ったものを拾って。いや、そう、ハイエナ系 YouTuber。いろんなイカができる。その中でも、ついにでもジブリ、ね、自流でもありますけど、そういうところに飛び込んでいくんだっていう。ああ、ね、日本の、ね、もう一番真ん中じゃないの。だし、今もう公開もされて、金曜できるかっていうね、審査もあって、ついに本流に飛び込むと言われたんですけど。はい。いや、でも、別にそんな、ただただめっちゃ好きっていう。それはもう超好きですから。はい。僕も土岡も。そうね、もう日本国民みんなね、まあ、それ見てるけど。いや、俺の方が好きだね。日本国民より俺の方が好き。うん。ジブリは。あら。俺の方が好き。いや、でも日本国民の方がね、俺の方が好きだね。俺より岡田斗司夫の方が好き。なぜね、あんなに岡田斗司夫さんめっちゃ語ってるわけ。そうなんですよ。やっぱ岡田斗司夫さんとかすごい人がいらっしゃるから。うん、だから語るね。ジブリついに語るなんておこがましいんですけど。うん。まあ、とりあえず好きですよっていうのはやっぱ、うん。やっとくか。今しかできないなと思って。ああ、そうね。このタイミングね。うん。やるしかないよって。はいはい。でも相当見てるでしょ、映画なんて。もう。もう。ほぼ全部見てんじゃないの。ジブリ、でもちょこちょこやっぱ見てないのとか、ある。なんかあとなんとなくちっちゃい頃見たけど、分かってないで、それっきりのやつもある。逆にじゃあこれは好きですみたいなのあるんですか？はね、まあ、千と千尋。あ、千と千尋だ。とか、はい。あとね、あんま言う人いないかもしれないけど、思い出のマーニー。あー、マーニーね。うん。はい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 。とか好きだったし、まああと、年末の宅急便とかラピュタとかはもう、ドベタにやっぱり、好きですね、はいはいはい、あそこら辺。逆にちょっと見たけど、記憶にないのが、あの、ほうほう結局隣の山田くんとか。ああ、はは。は、多分当時、うん、ビデオ借りてきてかなんかで、かテレビなのか見たけど、あんまり覚えてない。ちっちゃい頃になんかぼーっと見ただけ。高畑勲の方はあんまりってことですか？あーってなんのかな？まあもちろん見てるのもあるけど。はいはいはい。うん。僕は高畑勲、はい、結構好きな方でした。うん。そうですね。まあ、でも、高畑勲から語るべきではないんですよ。ああ。ジブリって言って高畑勲にいきなり飛び込む感じ。うん。まだスカベンジャーしてません。スカベンジャーしてません。俺が。スカベンジャーしてるからなんですけど。まあ、贅沢な二択だけどね。申し訳ない。いや、本当そう、高畑勲先生の、もう本当にすごい。うん。本当僕、高畑勲さん、ほぼ本読んでるし。ああ、本。なんか知らんけど。うん。宮崎駿もほぼ本読んでるし。うん。鈴木敏夫、ね、敏夫もそうですけど。最新の本だけまだ今。途中なんですけど、高畑勲がいかにやっぱ、教養人ですごいかみたいな。で、やっぱ最初子供の時はやっぱジブリ、宮崎駿が。そうね。トトロとかね。うわーって感じでやっぱするんですけど、高畑勲ってやっぱその、ちょっとやっぱ落ち着いた感じというか。ね。ね、現実の中リアルな話とか。よくね、その宮崎駿と比べて語られちゃうからあるんですけど、その、宮崎駿がもうすっごくアニメってのは、いいねーっていう、アニメ。いいぞーっていう、みんなにそれを感じさせて。いや、そうそう。食べるご飯は美味しそうだし、自然はきらびやかで、ね、下から水滴の綺麗なこと、見てるだけで気持ちいい。もう見る快楽なんです、ジブリの。そうね、見てるだけで。俺はやっぱ宮崎駿がこの世界は素晴らしいぞっていうのを伝えるっていうものなんですけど、高畑勲は、もうドキュメンタリーとかで、それじゃダメなんです、それじゃ。あの、もう現実を見せなきゃいけない。ファンタジーを見せて、子供たちは、いい方向に向かわない。ちゃんと言って、全く決裂してるんですよ、ね。だからこそ、ちょっとやっぱ宮崎駿監督の、はい、もう見てて引き付けられるような感じ、とはまた違う感じなんですけど、ジブリの何がいいかって、やっぱり、ね、ストーリーとかもあるかもしれないですけど、はい、基本的には、シーンが、やっぱいいっていう、好きなシーンが多いっていう、ことだと思うんですよ。ね、ジブリって、たけしさんがよく映画を評価、いい映画を言うときに、あれよ、たけしさん出てきた。10枚の写真があってよ、ランダムになってよ、それをランダムに撮ったらよ、あ、これはいい写真だな、いい映画だなと思うのが、いい映画なんだよな、って言ってるんですけど、とにかくいい絵がずっとあって、いい絵ってのを持ちますから、そうね、見てられる。見られるから、それがずっとあるのがいい映画なんだっていう。どこを抜いても。そうそう、ジブリってまあそうだなっていう感じがしてて、好きなシーンみたいな。それこそも、わかりやすいやつだと、ほんと、もののけ姫とかの、
その、まあ、細かいシーン。うん。すごいうねうねと動くよね、モノローグ。例えば、弓矢でこう、はいはい、パーンと吹き飛んでるとか、うん、あと弓矢がヒュッと飛んできて、それをパンと取って、ヒュッとこう投げ返す。まあ、些細なシーン。普通にバトルの些細なシーン。ああ、ね、いろいろあるね。あれがやっぱすごい、うん、まあ、細かい、うん、まあ、いいシーンだなと思うし、これはね、うん、藤本たつき先生が言ってましたけど、ああ、チェンソーマンの。ね、その、これ漫画だったら、うん、この弓矢が飛んできて、バッて掴んで、うん、こうやって投げ返して、バーンって吹き飛ぶシーンで、うん、その、掴むシーンが、おおって観客は思うんだけど、うん、その漫画だと、うん、その弓矢が掴んだシーンっていうのは、うん、その、小さなコマでしか表現ができなくて、おその、バトルの途中でしかないから、あそうね、漫画だとパッて打ってきて、パシッと掴むシーンがちっちゃくて、うん、まだ投げ返して相手の頭がバーンと吹き飛ぶシーンが、そうね、大ゴマであるべき。うん、そうだ。そのちっちゃなコマ、うん、でしか表現できないことを、ジブリのアニメも全員覚えてるというか、あそこちっちゃいコマなのにっていう、これはやっぱいいんじゃないかなと思うんですけど。そうか、そこもちゃんと、その派手なシーンと同じく、そうそうなん、恐縮して描いてるな。だから多分、金曜ロードショーとか毎回視聴率いいでしょうっていう、あ見てもいいんじゃないかっていう。そうね、いいシーンで言うと、うん、コクリコ坂とかもめちゃめちゃ、うんうん、あれはもう本当に、もう女の子がコロッケ買って、うんうんうん、ね、ちょっと好きな男の子に話しかけられて、ずっと振り返っていい顔をしてるとかがめちゃめちゃ良かったりとか、うん、いいねーっていう。うんうんうん、なんなのかこれの良さというか。そうね。ね。あります？これいいんだよなっていうシーン。僕ね、シーンで言うとあの、うん、なんだろう、ラピュタの、うん、まあ、シーン、まあ、セリフになっちゃうのかな？あら、40秒。あ、40秒じゃないですけど、あの40秒おばさんの。どうだね。意味をつかないです。街のやばいやつみたいな。街のね。40秒出したけしな、40秒出したけしな、40秒出したけしな出た40秒おばさん出たよ歩くおばさんね、違うんですよ。叫んで歩くおばさん、ね。そう、ドーラのシーンで、うん、前、その、何悪党じゃないですか、うん、海賊みたいな、ね。そうですよ。で、うん、ちゃんと、しかも、なんだろう、ワンピースみたいな、海賊でもか、なんか、いいやつだ、みたいなんじゃなくて、うん、割とちゃんと、なんか、この人たちも悪党だな、っていう雰囲気がある。あそうね、うん。悪党なんですけど、うん、その、ね、主人公たち、パズーとね、シータとかが、うん、なんだろう、その、ラピュタを、うん、まあ、言ったら、なんだろう、この、守りたいというか、うん、こう自分たちは、まあ言ったら正義のために戦うみたいな気持ちで、来てて、はいはいはい、で、ドーラたちに、その、一緒に行かせてほしいと。うんで自分たちだけじゃいけないから、ね、ね、うん、海賊船乗せて行かせてほしい。はい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 、で、その、まあ、言ったら宝をね、海賊たちは、もう金目当てた宝が欲しいんだってなったけど、うん、僕たち宝はいいからって言って、も宝はいらないから、行かせてほしいって言ったら、それに対してドーラが、あの、あ、海賊船に乗るには、なんか動機が不純だね、みたいなことを言う。ああ、はいはいはい。そこが、すごいかっこよくて。かっこいいね。そう確かに確かに。うん。そこ、海賊船に乗るんだったら、その、ね、汚い野心も持ってなきゃいけないみたいなのがあって、だからちょっと、全然、ね、悪党っぽい海賊で描かれてるけど、うん、そっち側にもちゃんとロマンがあるのを認めてるんだなっていう感じが。いいね。好きですね。確かにね、その、ドーラの設定資料集で、うん、ドーラおばさんの若い時の写真、知ってます？おー、知らないの。シータそっくりなんですよ。うん、若い時は可愛かった。はい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 。だからシータも、何十年後はドーラみたいになっちゃう。そうか、そういうことか。残酷なんだよね。そう、そっからラピュタ見れたのがちょっと。あんまり。設定資料書見ちゃった。上から落ちてきようがなんだろうが。いいよと思って。まあ、あとはあれかな。うん、なクリナイの豚とかの、最初の、うん、あの、誘拐されるんだぞ、お前たち。うんうん。誘拐されるんだ。うん。うん、覚えてないですか？わかんない。え？俺立ち木やってるんだよ。自分の好きなシーンを永遠やって伝わんないことをバッチリ言ってもらった。いやいやいや。あの、紅の豚のね、はいはい、冒頭の、うん、どうなんだっけ、空賊たちに、うん、女の子たちがこう、はい、いっぱいいて、それを誘拐するシーンがあって。ああ、で、その、男、誘拐される女たちが、もうキャッキャ遊んで、あおう。の、お前たち誘拐されるんだぞ、みたいな、うん、キャッキャッキャのシーンですよ。ああそうか、なんかまんざらでもないというか、まあ別にその子たちも、別に、なんとも思ってないっていう。うん、うん。その、くれなに豚の敵役は何でもないってことがわかるシーンですよね。この映画多分ふざけてるっていう。わかるシーンですよね。うんうんうん。うん、僕あの、うん、で思い出のマーニーの、うん、すごい好きなシーンというか、わーってこう掴まれちゃうなんかシーンが、最初、いや主人公の、うん、アンナちゃんと、まあ、日本の学校会という学生、アンナちゃんが、学校の美術の授業で絵描いてて、うん、
で、まあ、この子、アンナちゃんは、まあ、人見知りだったりして、あんまり全然自分のことを周りに喋ってない。うん、あんま友達もいなくて、はいはいはい、全然自分をアピールできてないんだけど、うん、授業で絵描いてて、うん、でこの絵が結構うまい。ね、ああ結構上手な絵をこう公園でみんなで絵描くと上手な絵描いてて、うん、で、先生が、みんな描けてるかーって、うん、お前どうだって言って来てくれて、うん、で、その時に、まあ、もしこのまま、あ、今私こんな感じでって言って、絵を見せてたとしたら、うん多分先生が、おぉ、すごいな、お前。すごい、絵うまいな、お前。見ろ、みんな見ろみたいになるぐらいうまい絵を描いてるんですけど、うん、あのちゃんは。ただ、先生が、お、どうだ、描けてるかって来た時に、その公園でみんなで絵を描いてたから、うん、近くで遊んでたちっちゃい子が、なんか遊具から落ちちゃって、あら。あきゃーってなって、いや、先生大変ですってなって、先生が、お、どうした、どうしたって言って、行っちゃって、うんうんアンナちゃん、絵を見せそびれる。で、これによって、要は、アンナちゃんはもう、人とあんまり喋れないからも、この絵を見せてようやく、ね、何か人に誇れる、ね、ものがあるはずなのに、そのチャンスも、こう、なくなっちゃって、で、結局また一人でシュンって座って、はいはいはい、何にも自分を伝えられないっていう、はいはいはい、とこがあって、もうそこでもう、ぐわーって掴まれちゃって。ああ、なるほど。うん、本当になんか一人ぼっち。で、自分をこじらせてるこの話だって。あまあまあ、近いところがあるという。すごい自分の話だってなっちゃった。なるほどね。あれ、でもその、思い出のマーディーも、うん。後半のやつ好きですよね。例えば、ああ、後期。カズカジヌうん。と、カズカジヌも一緒に見に行ったし、うん。かぐや姫も。ね。一緒に見に行って、かぐや姫の方が好きでしょ、確か。ああ、そうね。かぐや姫、うん、かなり良かった。綺麗ですよ、かぐや姫の方が好きって人。まあ、面白いと面白いんだ。うん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 。その、ひーな、おいさひーな、おいさめちゃめちゃ似てるひーな、おいさはい、ちいたけおさんがね、こうやってた。うん、大きな。うん、竹取の大きな。ね、まあ、映画のシーンでこう走ってくるシーンというか、ガーって、杯を割って、うん、走るシーンの凄さとか、うんうんうん、ね、で、最後、うん、もう、叶わないけども、うん、もう夢のような世界でと空を飛んで、うん、好きだった男と、うんうんうんで。そしたらもう、そのまで墨の絵だったのに、水墨画だったのに、急に海が見えて、うん、うわぁこのためだったのかとも思ったし、なんか。ああ、それまでの絵のたちが。なんか、振りではないだろうけど、うんうんうん、その、視聴者へのサプライズもできるというか、うん、すげえっていうのもあって、うんうん、で、最後、原作通り、うん、月から、仏さんたちがこう来て、うん、で、この羽衣をつけたら、記憶がね、もう、で、地球ってのも汚い汚れた国ですから、うん、汚れた場所ですから、このことは忘れちゃいましょう、みたいな。いや、私は忘れたくないんです。この汚い地球も全部、その、愛しているし、うん、私はここだから感情があるわって、その喋ってる途中に羽衣をかぶされて、この月に行く。そう。その時の、音うん。仏たちが来るときに曲の楽しさ、うん。うん。ものすごくその、かぐや姫がさ、連れ去られるシーンなのに、うん。その、ピアノどんどんで去ってるじゃないですか。そうね。ちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんみたいな、ね。あ、そうそうそう。エレクトリックパレードみたいな。あれが、やっぱ行かれてるなっていう。本当に、みんな、うわ、なんでこんな、まあ、でも向こうからしたら感情がないから、うん。その、かぐや姫の強さが、うん。パラパラパラで、全然それでいい。そうね、明るく楽しくやってるような感じ。そう、てんてんてんてれてんてんって、もう、ハッピーエンドの曲が流れて、でも実際バッタエンドで終わっていく。うん。でも、全員が言葉を失うタイミングで一緒に見に来た時に、僕と土岡と、うん。ミネオっていう、はいはい。同級生さんで。そうね、大学の仲間。見て、ミオは、みんな落ち込んでる時に、ミネオが、というか、かぐや姫がうんこするシーンなかったっすね。どのデマを聞かされたんだよ。そのデマを。そんな情報流れてなかったよって。最悪だった映画館ね、東方シネマズ明るくなってね。来た瞬間にはって。ね、映画館上がったし、終わった瞬間で映画終わったら、うん、何一言も喋るのむずいじゃん。ああ、そうね。なんか野暮になっちゃうしね、なんか。そうそうそう。面白かったねとかも言いづらい。うん。シーンがさとかも言いづらいのに。うん。かぐや姫がうんこするシーンなかったね。でもずっとうんこするシーンがあると思って見てるやつ2時間それで見てるやつでもしでそんで実はこのデマ流したやつが俺実はでもこの人うんこするシーンらしいよ本当ですかどうしても誘いたかったから
聞いたんだ、俺も聞いたんだよ、うんこする自信あるってな。聞いたんだよ。情報ある。確かな情報筋でさ。覚えてますね。結構。思い出ポロポロとか。あーは見てないんですよ。だから、あれは、ポンポンは。あ、ポンポンこいやさあーこいやさ誘い水だ。俺一時期、ポンポンにハマりすぎて、うん、その、ほいやさしか言わない。ありましたよね。あった。なんで嫌われてたよね、で、大学生の時でしょ。そうそう。ほいやさなんすかなほいやさそうそうそうね。この後飯でも行きますか。ほいやさでんだらでんだら。今日飯は、なしにしようか。ありましたよね。嫌われてました。それはいいんですよ。そうね。でも、ポンポコ、たぶん僕、あれだ、その、記憶にないけど、うん、多分一番最初に、うん、映画館に連れてかれたのはポンポコらしい。ああ、へえ。多分物心つく前ぐらいに。へえ、うん、なるほどね。まあ、私も子供に見せたいと思うかもしれない。うん。ね。でも、ポンポコがやっぱいいのは、やっぱ両方あるというか、うん、またその自然をちゃんと描こうみたいな感じと、はいはい、うん、その、覚えてますかね、うん、最後。うん、百鬼夜行みたいな感じでさ、うん、狐やタヌキたちが。みんな化けてね。そう、うん、もう環境破壊を人間にやめさせるために、うん、そうだ、昔みたいに、人間を脅かすために、ね、化けて出よう、うん、全員でこう、ガチャドクロが出てきたりとか。そうそう、でっかい妖怪になってね、みんなで。そうそうそう、金玉の猫を膨らまして。うん金玉いっぱい出てくる、あの映画。金玉で飛ぶんですよ、金玉。うん。そうね、ムササビみたいにして、ね。で、金玉を爆弾にして上から飛び降りるんですよ。機動隊に向かって。うん、で、機動隊が、で、金玉に警棒かなんかで、うん、金玉だから。それが、高田さんが子供たちにはこれを見せない。違う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 。いやでもそれやっぱ本当に、うん、あの恐ろしいお化けがいっぱいいたりとかね、うん、そうそうそう、いろんなお化けが夜の空に飛んでいったりとか、うん、ね、みんなキャーなんて、そうね、びっくりしたみんなもうするんだけど、うん、なんかちょっとあとちっちゃな女、うん、女性たちが阿波踊りしたりとかね、ああ、うん、怖っちゃい、なんか、うん、怖さが決まってないんですよね、なんかその人間がなんかだんだんちょっとみんな集まって見てるみたいな、何これみたいな、そうね。ちょっとイベントみたいな、いやそうなんですよ、気持ちになっちゃってね、人間は。で、そのガシャドクロやしたジジイが、うん、ガシャドクロうーってやりすぎて、うん、バッて心臓がうっとなっちゃって倒れちゃって、うん、でもうそのショーが終わっちゃって、うん、百鬼夜行は中止だ、うん、タミたちが慌てふためいてる時に、うん、あ終わっちゃった、で子供たちが楽しかったねって言ってやってるっていう、うん、このもう人間を怖がらせられないっていう、うん、全身全霊をかけた、はい、テロというか、そうね、一つ一つが人間の子供に一緒に伏されて終わるっていう、うん、嫌な話ですよね。あれはなんか自分たちのことを書いてるんじゃないかって説があって、ほう、その高畑勲も、まあ宮崎駿もそうですわ、うん、なんか社会を変えたくて、うん、バーってこうか表現したのに、うんうん、みんなからはわー面白いって言われて終わっちゃうっていう、自分たちの悲劇を書いてるんじゃないかな説もありますね。ああ、思い出ポロポロ見てないですか。うん。思い出ポロポロ、まあ、はい、やっぱちょっと難しい、すごいことやってると思うんですけど。ほうほうほう。ストーリーも知らないですか。うん、なんかね、あれは女の子の話だっけ。そうなんですよ。うん、その27歳の、うん、まあ、女性が、はいはい、まあ、ちょっと疲れちゃって会社とかに、うん、すっごい写実的な絵なんですよ。うん、そうね。しょもにみたいな絵なんですけど。しょもに実写だもん。しょもにみたいな絵で、うん、そのでもちょっと疲れちゃって、うん、でその農村に行って、うん、あちょっとディティー忘れちゃったな、菊の花か花かなんかから、うん、染め物染料を出して、うん、その服を染めるっていう、うん、その、まあ、本当にある山形県とかにある、うん、そういう農家の作業とかをやるんですよ、はいはいはい、一方、はい、その27歳の女の子が、うん、小5うん、の小学校5年生の時の話を、うん、なんか思い出しちゃうんですよ、うん、あの時はこうだったなっていう、これが全くタッチが違う、なんなら宮崎駿っぽいタッチの、はいはいはい、ちょっと水彩がやっぱり淡い感じで、うん、で、でも昭和なんね、結構戦後何年からあれだと思うんですけど、うん、経済成長ぐらいのあれだと思うんですけど、うん、あの時は楽しかったなみたいな、これが交互に進んでいく話で、うん、で、ストーリーとしてはその小5の女の子が、はい、なんかねスカウトされるんです、芸能界かなんかに。ほうほうほう。で、歌がうまいかなんかで、うん。で、これはすごいかも、みたいな。うん、観客としてはこの子が
歌手になってないことは分かる。あ、そうね、就職して。どうなるんだろうって言ったら、その、まあ、お父さん、見学のお父さんが、うん、そんなものはダメだっつって、止める、みたいな。うん。で、とぼとぼ帰るシーンなんですよ。うん、もう、その女の子が、すごい、昔の風景なんかとぼとぼ帰るシーンなんですけど、うん、その頃流行ってた曲が、うん、ひょっこりひょうたん島なんですけど、うんうんうん、この、急にこの子が歩いてると、ひょっこりひょうたん島が流れ始めて、ドゥ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 って、ひょっこりひょうたん島って、だから、女の子も泣きそうながら歌って、歌いながら歩いていくってシーンがある。うんうん、これがね、もう、アニメの中で一番こんなにいいシーンがあるのかっていう、なんかね、歩きながら、だんだん虹がかかってって、ちょっとアニメっぽくなっていくところが、うんうんうん、なんかこんなことどうやって思いつくんだって、なんかね、すごい元気が出るシーンなんですよね。すごい写実的なのもあって、うん、一瞬だけそのアニメのシーンがバッと花開くんですよ。これがね、いいんですよね。そっか、まあ、正直ね、それでなんか、その子としてはね、やっぱり芸能界デビューできなくて、うん、何が救われるとかはない。ないないない。状態。泣きながらひょっこりと自分歌って歩くだけなんだよ、うん。歌いながら遠くに歩いていくだけなんだけど。うんうん、これがね、見事なんですよ。はあ、うわぁ、もう多分見たしてた人が、うわぁって思うと思う。うん、いいシーンとして挙げるんじゃないかなという。ほうほう劇は隣に山田くんとかも結構好きで。うん、おぉ僕は。あんまりね、これどうしても名前そんな出てこないわけだ、ね。誰も見てないんですね。その映画も全然ヒットしないし、金曜ロードショーで1回だけやって、うん、その1回も視聴率がめっちゃ低かったんで、マジで、あれなんですよ。2回目以降がないんだ。いやでも、いや、いい映画なんだよな。うん、あれこそ本当に、その、まあ、かぐや姫の前身というか、すっぽい、うん、あったかい線で、描こうっていう、うん。確かにね、そうだ。もののけ姫と、後にやったんですけど、うん。方法劇の山田くんが、はい。まあ、確かにもののけ姫はすごいと、うん、背景とかも綺麗な、うん、森の背景もすごいけども、うん、その背景と、うん、デフォルメされたキャラクターが、うん、そのちょっとそのちぐはぐだと、ほうほうほう、そのこんな緻密な背景ならもっと人間っぽくあればいいのに、うん、人間はデフォルメされてて、うん、都合が良くなってると、はあ、それが許さないから、はい、そのキャラクターに合う背景を描きたいんだって、そこを、はい、うん、そういなくさせたい。はいはいはい、っていうのがあったらしくて、はい、だったらもうその山田くんと谷山田くんみたいな、うん、あのタッチで背景を描こうっていう、うん、っていう目論みらしいんですよね。へえ、うん、背景だってほぼね何もない空間っていうか、ね、まあまあまあ、うん、必要だったら描くぐらい、うん、単純でいいんじゃないかって、うん、でもその分作画がやっぱ難かったりとかもするし、結構ドキュメンタリーとか見るの好きなんですけど、はいはいはい、おばあちゃん役の宮古町長さん怖えのよ。ドキュメンタリーでその、はい、アドリブ入れたいなみたいな、うん、アドリブ入れな宮古町長呼んでみやらへんわみたいな、おーおーおー、大高田勲がもう完璧主義だから、うん、そのままでお願いしますって、そのままで言ってるけどな意味ない私呼んでみが、あーしんどいわ、ほな帰ろうかな、そう言わずに、うーん、でまたなんかで、それでねおきに、あなたね、あ、すいません、おきにじゃなくてお気に入りみたいな、はいはいはい、その上で細かいし、うん、そんな状態なのに、ああうちの言うことは全然聞かんで、そんなんだできないよもんなみたいなそこはなんとかで3時間かけて、うん、もう少ないそのセリフを全部取ってもらって、うん、帰りに、はぁしんどって帰るシーンがあるんですよ。そっからそっから仕事をやり合ってなんか理解して打ち解けてにならないんだ。ならないならない。もう高畑勲は宮古町長大ファンですけど、宮古町長の声だけ奪って盗んで、はい、貼ったような、あすごかったな。宮古町長のアドリブとかを一切受け入れない。うん、この結構面白くて、そういうのとか、うん、なんだろうな、あとまあケセラセラを、曲が流れるし、はいはいはい、歌とかも全部禁止してるんで、うん、もっと高くなってるみたいな、うん、もっと高くみたいな。ケセラセラ、もっと高く、ケセラセラもっと高く、ケーセロセロみたいな、この感じというか、完璧な感じというか、ね、うん、本当に好きなシーンが、うん、その、お父さんがね、はい、その、駅に着いて雨が降ってて、うん、で、傘持ってきてなかったな、つって、うん、で、ちょっと傘持ってきてくんないかな、つって、うん、家に電話して。家に電話した。で、まあね、今じゃないんで、今だったらまあ帰るかもしれない、うん、ああ、その辺でね、うん。そんな感じじゃないんで持ってきてくんないって言ったら、その、逆に、うん、いや、ちょっと嫌だよ、みたいな。うん。なんか、その、逆にスーパーでお肉買ってきて、みたいな。ああ。言われて、買い物とかをたくさんで、うん、これやろうパーンって切って、うん、でもなんか、それを、まあ、やるか。
って思って、うん、でしばらく終わらせたら、うん、遠くから家族全員が家族で歩いてきてくれて、うん、あ、迎えに来てくれた、うん、で、みんなこう踊りながら傘が流れるんですけど、うん、この家族に傘を持ってきてもらうのが、うん、僕は日本の幸せの風景の、うん、なんか核なんじゃないかっていう気がしてまして、その、うん、その不幸な形というのは家族にはたくさんあって、うん、幸せな家庭団に帰ってるなっていうのがあるんですけど、うん、家族に傘を持ってきてもらうってすごく幸せな光景なんじゃないだろうかっていう、そのドキュメンタリーだと、うん、まあ、その傘を持ってきてもらって、うん、アニメ本編にはないけど最後私たちは後ろずさりに未来へ入っていくって文章が出て、うん、なんかそう終わっていくみたいな、なんか本当に未来なんかわかんないけど、うん、後ろずさりにこう過去を見ながら未来に入っていくっていうセリフなんですけど、うんうんうん、そういうのが出て、うん、でもいいじゃないっていう、ぬるく適当に生きればいいじゃないっていう、はあはあはあ、なんか全部肯定するまま終わるんですよね、うん、本当に温かい映画かっていう、そっか、ちょっと過去へのね、こうあの時良かったなみたいなのも別に否定せず、そう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 、過去見たまんま入っていくと、そう、未来に入っていく、カヌーで後ろに漕ぎながら泳いでいくようなっていうのがあるんですけど、うん、金曜ロードショーでやらないとどうしてもほらジブリサブスクとかにもあんまないないんですよ、全くないね、ほんとだからツタヤとか行かないと、うん、ね、借りらんないからなかなかね、うん、ちょっと見るやつと見れないやつの偏りが出ちゃってる、はい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 、はい、うん、僕はほんと憧れが高畑勲先生なので、うん、結構憧れ、はい、やっぱ知性教養の王様、おー、こんな人になりたかったっていう、うんうんうん、高畑さん絵描けないんですよね、お、絵描けない、描かないかな、うん、絵描かない、うん、うん、宮崎駿さんは自分でバーって描く、うん、そうだね、原さんは絵描かない、うんうん、から指示しかできない、うん、でもあんないい絵を描くっていう、うんうん、いい映画を撮るっていう、うん、いろんな教養があってそれができる、知性があって、いろんな伝えたいこと、いろんなテーマ、いろんな葛藤とか全部入ってるからできるっていう、うんうんうん、かっこいいなと思って、うん、昔なんか喋って手塚治虫と宮崎駿と高畑勲の3人比べましたみたいな、よく僕ら喋ってましたけど、あー言ってたね、うん、まあ、普通にコピペかなんかなんですけど、手塚治虫は、うん、物語の奴隷だ、うん、ストーリーの奴隷、うん、で高畑勲は演出の奴隷、うん、宮崎駿は、うん、描写の奴隷っていう、うん、でまあなんとなく解説すると、うん、手塚治虫って本当に、うん、もう14ページブラックジャックとか短いやつで、うん、1個もうものすごい悲劇を書いたりする、うんうんうん、ストーリー、ストーリーがすごい好き、うん、でもまあそのストーリー体とにかく詰め込んで書くっていう、うん、別にそれがどの葛藤割りでとか別にそんな特にないストーリーがあるけど、うんうんうん、でそれに特化した人、うん、それにやっぱすごくこだわってる人、うんうん、物語の奴隷だ、うん、高畑勲はやっぱり演出の奴隷だ、うんうんうん、その映画のここから撮ったらいいんじゃないかとか、うん、この絵柄がとか、うん、この描き方がいいんじゃないか、うんうん、やっぱストーリーとかよりもその演出にやっぱ特化した人、うん、じゃないとかぐや姫の物語を映画にはしないですよ。そうね。ストーリーをちゃんとやりたかったら、うん、あのみんな知ってる、みんなが知って別に喋んなくなる退屈な物語を演出で生き返らせろ。で最後、うん、楽しい曲が流れながら悲劇が起きるっていう、うん、演出だけで生き返らせるのが高畑勲で。はいはいはい。で宮崎駿が描写の奴隷だっていう、うん、そのストーリーとか、うん、演出とかよりも、うん、とにかく描写がすごい、うん、じゃないと。描写にこだわってないと、うん、隣のトトロの最初の10分間って、うん、家を作るだけなんですよね。あ、家を作る、延々と作るんですけど、うん、でもその作るのが楽しくてしょうがなくて見れちゃうんですよ、うん、そのもうその描写力というかがすごいんだって、うん、この感じがすごく好きで、うん、なんかその好きなんだなそうね、確かにそれぞれこだわりが、俺は他の年よってなってるやばいか全く違いますかね、年男先生の日じゃないですか、僕はね、うん、年男先生、本当すごい人ですから、うんうん、本当にただ思ってたけどです、うん、痛いやつだったと思う、結構俺、うん、高畑勲と宮崎駿が本当に読んだ小説とか、はい、宮崎駿が紹介してる児童文学とか、うん、50冊ぐらい紹介してるのかな、うん、とかほぼ全部読んだりとか、へ、高畑勲がやってる、うん、なんかフランスの詩人みたいなのいるんですよ、ポール・バレリー、うんうん、とかをなんか一生懸命読んだりみたいな、うん、痛いあれはしてる結構あ、もうでもね、吸収しようってなったんだ、活動としては、うんうん、ジブリやっぱ曲いっぱいありますけど好きな曲とかありますか？ああ、曲、まあポニョもね、よくやっぱりポニョいいね、めっちゃね、紅白とかに出たし、いっぱい聴いたけど、確かに確かに、うん、ポニョいい、ポニョ僕泣いちゃうんだよな毎回、あの海走るシーンで、はいはいはい、うんうん、泣いちゃうんだよな。曲で言えば、うん、
猫の恩返しの。ああ風になるな。うん。がやっぱ良すぎるというか。そうね。あれ確か、僕あれが初めて見たジブリじゃなかったかな。あ、ええー。その、千と千尋間に合わなくて、その次なんですよね。ああ、そっかそっか。で、近所にいた、ハリーおばちゃんっていう、はい、その、ハリーおばちゃん。って驚く。ハリーおばちゃん。驚き方が、記憶残ってる。で、なんか僕覚えてないけど、あの、この子じゃあ映画が連れてってあげようなんですね、この恩返しの。で、その、千と千尋はね、もうびっくりしてばっかりだから大嫌い、うん、でも猫の恩返しはそんなことなさそう行こうっつって。はい。千と千尋だとずっとそんな感じ。なんだびっくりしたおばあちゃんに連れてもらったな。そこがもうなんかジブリみたいな。確かに。その、デフォルメされたおばあちゃんに連れてかれて。マリーおばあちゃんのこと忘れたな。同じそうだそうだ。僕、ルージュの伝言すごい好きで。ああ魔女の宅急便。そう、バスルームで、ルージュの伝言のやつですね。うん。うん、あれ、まあ、全然ね、本編って関係ないあれですけど。うん。で、僕が好きな理由も全然本編と関係ないんですけど。うん。その、あれってなんか暗い話。ルージュの伝言って不倫浮気したあいつに対してね、その許さないぞっていうのを突きつけるやつですけども、うんね、でもちょっとそれ明るく歌うみたいなやつじゃないですか。そうね、曲調は楽しい。そうそうそう。で、小学生ぐらいの時かな、うん、中学生か、まあ、じいちゃんが死んだんですよ。うん。むちゃくちゃ死んだんですよ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ死んで。はいはいはい、まあそうです。ただ死んだんじゃなくて、むちゃくちゃ死んだんだ。むちゃくちゃだったで、うわ、めちゃくちゃ死んでるやんと。うん、初めて人が死んでるの見て。ああ、まあ初めてだね、そんぐらい。うん、そう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 。あ、死んでるなぁと思って。うん。で、まあ優しいじいちゃんだったし、めちゃくちゃ死んでる、うん、悲しいなぁと思って。うん、で、お袋型のじいちゃんなのかな。うん、で、まあ、帰りに、家族4人で、まあ車で帰って、その葬式場から。うんうん。で、みんな落ち込んでるんですけど、うん、なんかその曲で、ルージュの電話が流れ始めて、うん、その、ラジオかなんかか。うんうんうん。これがね、ちょうど、なんだろう、その暗さと明るさがマッチして、うん、なんかみんなが、ルージュの伝言を、なんか、みんなで合唱するというか、その、バスルームに、ルージュの伝言ってこうみんな泣きながら、なって、うん、最後、本当に、最後の一瞬だけだとみんなでこう、うん、バスルームに、ルージュの伝言みたいな。変なおじさんじゃん。あ、じゃあハンドル握ってくれ。ハンドル握ってくれ。キーはみたいな。お前じゃもう運転、でも親父は運転したからこうやって乗るね。家族全員で、やったー思い出があって。音楽というものはすごいなという。その、人が死んだ、めちゃくちゃ死んだ後もこんな、その、励ましてくれるのか。そうね、励まされはしたんだ。これ、すごい。ただ、それで、ね、志村さんの凄さでもあるし。そうですよ、そうですよ。僕死んだら流してほしいなと思ってるんですけど。うん。もね。そう、いや、なんかそれで好きですね。そうか、死んだらみんなで、子供たちとかも集めてみんなで、自分、ルージュの伝言って終わったら、ああ、終わっちゃったねって言って。最悪だ。コントみたいに終わるんだ。その一生、そんなもんだよな。そんなもんですよ。その全部を踏まえて、やっぱり、ね、君たちはどう生きるかです。うん、最新作。ね、うん、君たちはどう生きるか。今一緒に見ましたよね。そうね、あれが公開日か。公開日に見ましたよ。ね、情報も一切出てこないで、うん、新宿の映画館がほぼ全部埋まってる。しょうがないから、新宿の、うん、歌舞伎町タワーって最悪のタワーがあって、うん、食べるのと。で、そこの上に、4500円払えば見れるっていう。そう、ちょっとね、高級映画館があって、そう、うん、まあ、しょうがない4500円払うかって、うん。ね、僕と千代川凪夫さんの3人で行った。うん、すごい、まあ、4500円払うから、すごい贅沢な豪華に使えるんですね、うん。ポップコーン食べ放題だったら。そう、嬉しい。はい、見る場所もすごい、音響もすごいと。うん。その、まあ、普通の映画館よりも何倍もすごいです。うん。ここでぜひ見てください。席数も少ない。うん。だから、ほんと落ち着いて見れますっていう、触れ込みで、うん、おぉ、こんなもんかと思ったんですけど、うん、ずーっと後ろのやつが喋ってたんだよな。なんかね、なんか声聞こえてました、後ろの人。めちゃくちゃ、なんだよと。何回もこう見て、まあ、暗いからわかんないけど。うん。このちょっと、そうね。隠したつもりだけど、喋り続けて、うん、うわ、結局最後の最後まで喋って、うん、もうなんか最後エンドロール出て、うん、って言って、なんだよと思って明るくなって、顔だけ浮かんでやろうと思って、うん、パッと振り返ったら、あの、タトゥービシビシのヤクザで、おい、ヤクザ来い歌舞伎町かいと思って、4500円払ってさ、ヤクザ使え犬が行かないよ、そこ。マジで。ああもう見ましたよね、とはいえ。うん、そうですね、見ました、初日に。やっぱ、これはまあ本当に、まあ、こっからじゃネタバレが
含まれます。見てない人は、いつこう、ね、この動画が出るかわかるんですけど、まあ、見てない人は、まだ見ない方がいい。絶対ね、脳情報で見た方がいい。うん、そうですね。ね。基本的にやっぱ意味わかんなかったですね。まあ、そうね。わかんなかったね。うん、まあわかんなくていいんだろうけどね。で、やっぱそれこそ、今までの宮崎駿作品と違うなっていう、まあその、やっぱ、ご飯もめっちゃまずそうだった、最初。おー。うまそうに食うのが宮崎駿のあれだったね。うん、そうね。まずそうなやつを食って。で、なんか見てても楽しくないなっていう。でも多分それはそうで。宮崎駿がよくやるその自然が綺麗だったりとか、その描写がすごい緻密だな、みたいなのが多分抑えられてるんですよね。で、いざそのファンタジーの塔に入ります。入った後はもうものすごい、きらびやかな世界。そうね、ガラッと変わって。そう、で、そのお母さんが若い時のね、お母さんがパンを出してくれてさ、そのパンに、このブルーベリージャムじゃないやね、イチゴジャムかなんかつけるの、これがうまそうなんだ。もう今までがうまそうじゃなかった分、倍うまそうなんだよね。あ、このためにやってたんだって、そのちょっと落ち着かせてたんだって。その、で、やっぱそのじゃあ中の、ファンタジーってのはアニメの世界なのかなみたいな。あ、だから比喩もあるかもしれないけど。そうね、現実と違う。ってくるんでさ、ジブリの、やっぱ、昔のシーンが結構入ってたじゃないですか。結構昔見たなっていうジブリ、まあ、ジブリの詰め合わせだよ、なんていう。ね。岡田敏夫先生はエレクトリカルパレードだって言ってましたけど。その、いろんなミッキーたちが出てきてたりとか。そうね、映画の感じで、あ、これハウルで見たことある、ナウシカで見たことあるみたいなのがいっぱいあるっていう。俺、エレクトカルパルダなんですよ。似とるな。うん、でもエレクト、本当だよ。お前はちゃんと俺がでしょ。真似をしたからじゃなくて。エレクトリカルパレード、だから、まあ、ジブリファンは好きだと思います、みたいな。でも僕は、エレクトリカルパレードよりも本編見たいんで、みたいな。先生はおっしゃってましたけど。基本的に、昔の、わ、このシーン覚えてるわ、ってみんな擦り切れるほどジブリ見てますから。が、全部ちょっと嫌なシーンなんだよね。はぁ、あ、はぁはぁ、そうだ、その不気味なシーンなんだよね。そういうこと、まあ、星のシーンも 何が起きてるか分かんないシーンで、綺麗な星が流れてくるし、主人公のお父さんが、自分の家にその、戦闘機のこのなんだろう、コックピットのガラスかなんかを置くシーン。そうですね、家にいっぱい保存してる。あの完全オウムの、ね、ナウシカのオウムだと思うんですけど、ちょっと嫌な感じで、なんか、書いてるとか、結構、不気味だったり分かんないものとして書いてるから、割とアニメを見て、わ、いいもん見たなって思いにくかったなっていう感じしましたよね。ジブリ見てよか、トトロ見て、心洗われたなっていう。それはでもトトロがめちゃくちゃ現実よりも綺麗に美しく書いてるから、あの田舎の世界を緑。だから、素晴らしくいいもん見たなって寝れるわけだから、金曜日の夜。を、やっぱちょっとずっと不気味なまま描いてたんで、その気持ちよさもない。ですよね。で、でも一個だけあったんですよ、そのシーン。すごいシーン。僕、土岡にも言いましたけど、一個だけいいシーンあったな、っていう。キーンって、真人がこう、繋がられて、主人公が、繋がられて、鎖で繋がって、繋がられて、こう、キーンって、なんか包丁から遠いじゃないですか。キーンって、これが嫌だとする、不気味な。そうね、これでなんか食べられちゃうのかみたいな。で、こうやって、で、パッて見たら、その包丁で、あ、こう包丁、綺麗に溶かれた包丁で、これどうすんだ、まあね、人間は食われるかもしれない、それこそね。だし、その、いや、もしかしたら助けてくれるかもしれない。わかる、どういう包丁かわかんない。また次のシーン、包丁を研いでたものがわかる。インコが。でっかいインコが関わってなくて。で、その包丁を見たインコが、ってなるんですよ。一発で、あ、こいつとは話が通じる。わかるシーン。これ出色のシーンでしたね。素晴らしいシーンでしたね。確かに見てて、うんってなった。あれはみんなが好きなシーンなはずですよ。あれだけやっぱ超えてきたというか、宮崎駿はもうあれを描きたかったんだと思う。じゃあどう生きるか。俺は、こう生きる。あれ、違う。あれだけ土岡にね、帰り終わった後に、俺がモノマネしたいシーンが一個だけありました。どれでしょうって。当てましたもんね。そう、あれでしょつって。そう、なんかそう、一個だけ、なんか強烈だったから。そう。あのシーンだけ。あのシーンだけ、やっぱ宮崎駿が全力出してるんですよ。違う。アニメを超えちゃってる。うん。あれが良かったね、やっぱ。絶対いなくていいんだもん、普通に。まあまあ。で、コツコツコツ、ギラーっていいの。そうね、
んか決まってない決め顔してる。いや、そう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 。あのシーンだけもう一回見たいな。あのシーンがでも、その、やっぱ、予告編とかで出たら興ざめしちゃうから、うん、もう予告編も一切なし。違う、そこ出さなきゃいいだけだよ。なわけですか。相当すごかったよ、あのシーンは、ね。うん。うん。結局ね、まあそういうのがあって、あいつからそういう時も逃げたりとかしてね。そうそう。で、最後はやっぱ、そのお母さんと、まあ、別れるシーンとか、うん、すごいそのファンタジーを、うん、その、多分、ハウルの動く城も似てる、はい、結構ファンタジーをいっぱい描きたいっつって。うんうんうん、で、あれは4つぐらいありましたよね。なんかこのドアのガチャガチャってこう設定して、うん、ドア開けたら4つの世界に、そうだそうだ4つの場所に行けるから、まあそれが戦争のシーンだったりとか、いろんな自然のシーンだったりとかして、うん、で、まあ多分宮崎駿が描きたいところを自然に描けるみたいな感じだったと思うんですけど、うん、その、もうそれをもう露骨に扉を何十種、何十個も描いて、うん、開けたらそれぞれ場所が違うっていう、うん、ファンタジーのその種類というか、うん、みたいな感じで、で、最後お母さんが、一緒に、うん、僕と一緒に来ようよ、で、でもあんたと一緒に行かないわ、なんていう、うん、あんた埋めるの最高じゃないっていう。もうこのそっちに戻ったら死んじゃうのに、うん、まあやっぱ泣いちゃうシーン、うんうん、よかったですよね。そうですね、うん、うん、あとちょっとなんかね、うん、そのおじいさんが出てきたじゃないですか、うん、なんかあの人がなんかちょっと宮崎駿とどうしても重ねて見ちゃうというか、はい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 、はい、で結果あの人おじいさんが、うん、いや自分が作ったファンタジーの世界、うん、受け継いでくれってずっと主人公に言ってるけど、うん、まあ受け継がないで終わったけど、うん、なんかだから宮崎駿がもう別に俺の後継がなくていいよっていうことなのかなっていう気もして、ね、うん、そうね、まあ、どう生きてもいいよっていう、うんうん、そうね、自分のために、そう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 、うんうん、あの鳥のシーン全然これだから要はまあネタバレするのか、まあでもまあまあいいか気にせず見るかってなった人、それ鳥のシーンをすごい重要なシーンと思ってるかもしれない、うん。そうか。マジでなんでもないし。そんなことない、そんなことない。すごいシーンだ。あれがアニメーションです。確かなんかそう、うおーとなったけど、ね。何にも関係ないシーンだから。えうん。そうね。流行るんじゃないかな。うん。わかんないけど、バルスみたいな感じ。ツイッターとかで、キーンまで来てみんながツイッターでざわざわ。来るぞ来るぞってことで。やる瞬間にツイッターのサバが落ちる。みんな何を投稿するんですかその瞬間。むちゃくちゃ喋っちゃって、うん、ただただ喋るだけの映画だったんですわ。うん、まあ、普段はドンケツとかね、うん、またサバとかをこの熱量で喋ってるんですけど。もう一回だけ、うん、ジブリを語るのはもうこの一回だけ、うんうん。本当に許してもらえて。ね、私はこの映画が好きですと、もしあれば、うん、ぜひ書いてください。はい。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。